今日はこんな感じの渓流にヤマメ狙いで来てみました。ここはもう自宅からすぐ近くにある渓流なんですけども、今年はヤマメ狙いで、何回も来ている場所なんですけども、自粛期間中はですね、まあ、釣り人も少なかったのかな、いい感じで釣れてくれてたんですけど、自粛期間が明けてですね、これ初めて来てみたんですけども、足跡がすごいですね。人の足跡が多くてですね、結構入径してる感じですかね。多分ヤマメをかなり連れてきているんじゃないでしょうかね。ここまで30分ぐらい釣り上がってきてるんですけども、魚影すら確認できてないです。果たして釣れるのかな。まあ最低1匹でも釣って釣果につなげたいと思います。スレっぽいな。ケバリはたきに来ましたね。ごめんね、スレがかりだ。スレがかりでしたね。ケバリはたきに来ましたね。ごめんね、ちっちゃい山梅ですけど、今日1匹目、ありがとうね。で釣れてくれたんで、流れですね、流れと向こうの岩盤沿い、こっちの岩陰、ちょっと取り込みで魚が暴れちゃったんで、もしかしたら魚が散っちゃった可能性もありますね。すごい距離でした。最高のある綺麗なヤマメでしたね。ありがとう。ああ綺麗だね。ありがとうね。追ってきたけど食わなかったな。ちっちゃいがいるな。
逆光で全然見えない。前回は右側の三角の岩陰で釣れたんですよね、確か。よっしゃ、もう全然逆光で見えないんですけど、ラインにテンションかけた状態で流して手に来る感覚ですね。まあまあのヤマメですね。まあまあのヤマメですね。ありがとう。ここはちょっと立ち位置の難しいポイントですね。この辺から打ってきますね。反応なしですね。強いからあれかな、釣れがかりかな。あ、イワナっぽいな。イワナが出てくれましたね。釣れたな、イワナだ。よし、はい、イワナですね。引きが強いから釣れがかりかと思ったらイワナでしたね。ありがとう。はい、ここ上流まで来るとですね、林道が近くになってですね、これにちょっと脱径しやすい場所なんで、あともう少し林道が離れるところまで釣って上がりたいと思います。この辺は入傾者がこう入傾しやすい場所なんで、さらに擦れてる可能性はありますね。この辺に来てから全く魚の反応がなくなってきてるので、厳しいな。全く反応がない。めちゃくちゃいいとこ流してんだけどな。ここまで反応ないかい。なんかイワナが出そうなポイントだな。暗くていいね。どうだ、よし来た、ヤマメか。綺麗なヤマメだね。ちっちゃいけど綺麗なヤマメだからいいかな。はい、ありがとうね。小ぶりだけど
綺麗なヤマメですね。はい、ありがとう。イワナですかね。ありがとうね、ちっちゃい。はい、ここからですね、ちょっと林道が遠くなるので、ここで上がりたいと思います。ここで1匹ぐらい上げたいですね。うわ、でけえ、やっちゃった、走らしちゃったよ。マジか、しかも毛針切られた。よっしゃー、おお、取った、いいヤマメだ。はい、ありがとうね。黄色のヤマメですね。太鼓がすごいある。はい、ありがとう。こっち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 。はい、脱形しました。予定では橋の下のポイントでやめるはずだったんですけども、ちょっと両肩をばらしてしまってですね、合わせ切れですね、ちょっと悔しくて、少しまた 200m ぐらい上流まで釣り上がって、まあ、1匹上げてですね、脱形しました。今日の釣果がヤマメが19匹、イワナが2匹ですね。まあ、イワナはみんな小型だったんですけども、ヤマメも両肩が釣れてくれて、すごい楽しめました。次はですね、イワナ狙いでちょっと上流の方にね、また違う渓流なんですけど行ってみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。